今回はこちらにある遊戯王25周年記念でオープンした海馬コーポレーションのグッズショップで買ったブランケットを紹介したいと思います。でこちらは中でもコーペンちゃんとのコラボアイテムになっています。でこのコーペンちゃんとのコラボアイテムは今回非常に人気があったようで、その小物系ですね、こういったイラストが描かれているような、小物系のものはすぐに売り切れてしまったようです。でこのブランケットは3300円なんですけれども、こちらは少し長い間在庫が残っていたかなと思います。で今回このブランケットを買ったのは、こういったイラストが何種類もあるんですけれども、それが一応全て載っているので今回はブランケットにしました。でこのコラボは非常に可愛くて、例えばこれはブルーアイズホワイトドラゴンの着ぐるみを着たコーペンちゃんなわけですが、一応公式サイトに行くとセリフとかも載っていて、これなんかだと滅びのバーストストリームだよみたいなことが書かれています。でまず先に、ブランケット自体の話をすると、こちらが、表面になっていて、こういったイラストが書かれています。で広げて紹介はしませんけれども、大きさは100cm×60cm という感じの普通ぐらいの大きさになっています。で表面はやっぱこのイラストが書かれていることもあって、ちょっと肌触りはそんなに良くはないかなという感じがあります。もちろん悪いってほどじゃないんですけれども、特段いいっていうこともないかなと思います。で一方でこの裏面ですね、おそらくこの人の肌に触れる方でいくと、見てわかる通りちょっとこう肝素材っぽくなっていて、こちらの肌触りは非常にいいです。なので使っていく分には非常に肌触りがいいかなと思います。ただ真っ白なのでちょっと汚れが目立つかもしれないかなと思いました。でこの生地の分厚さは相当薄いので、ブランケットとしての保温機能がどこまであるかっていうのはかなり疑問かなと思います。実際ちょっと膝とかにかけてみたんですけれども、そんなにあったかいっていうほどのものではないので、本当にちょっとプラスして暖を取る程度なので、ガチの防寒には向いていないと思います。で生地はポリエステルが 100% になっています。でイラストを見ていくと、先ほど紹介したここにブルーアイズホワイトドラゴンがあります。でこの辺にブラックマジシャンがいたりとか、人気のキャラクターは大体、網羅されてるかなと思います。あとはレッドアイズブラックドラゴンとかもいます。イラストに関しては公式サイトのイラストを見た方がおそらくはるかに分かりやすいと思うんですけども、この他には、こういった、オベリックスのオベリクス、オベリスク、わかんないですけど、その巨神兵みたいな、紙系のイラストもありますし、クリボーみたいなシンプルな可愛いキャラクターもいたりします。こういう感じですね。この辺のイラストは実際見てもらった方が可愛いと思うので、公式ホームページを参照してもらうといいかなと思います。こんな感じで紙とかも一応3種類全部揃ってますし、ある程度の人気のところは全部拾ってるのかなと思います。例えばこれも人気だと思いますけども、こういうブラックマジシャンガールとか、そういったところもきちんと拾っている感じになります。遊戯王25周年というところで、結構こういう感じの可愛い展開をしてくれたので非常にありがたかったです。本当にこの繰り返しになりますけども、コーペンちゃんコラボ可愛いので、ぜひ公式サイトのイラストをチェックしてみてください。で最後に注意書きですが、こういう感じのタグといいますか袋の説明になっています。でこれを見ると一応洗うこともできるけれども、乾燥機とかはダメっていう感じになっています。あとアイロンがけも当然できないですね。こんな感じで、ガチの防寒グッズを使うには少し心もとないところもありますけれども、肌触りはいいですので、ちょっとした最後の一押しみたいな防寒具で、ちょっと可愛いものを探している方にはおすすめできるかなと思いました。